お帰りなさいませ。何かサービスしてほしいことありませんか？結構気になりました。我は波をかける空想、エレガントなるリシアの悪しき剣、駆逐艦ルマラン、そなたの命に従うしもべとならん。すごく気持ちいい解放感。あ、変な意味はありませんよ。やっぱり耳がないとバニーガールとは言えませんね。